ちょっと足りないという、ね、感じがありますかね。やっぱり本人とすればね、もっともっと、そうですね、取れるはずなんだと、まあ、このスケーティングの内容から言ったら手法がないのか知りませんけど ね、 そうですね。トリプルトリプルは入れられませんでした。そしてフライングシットスピンはレベル1の評価ということでした。はい、もうポジションになってませんからね、きちんとした。はい、やはりちょっとよぎったんでしょうね。多分そうだと思います。ともかく踏み込んでいくときにやっぱり動きがちょっと小さくなってましたからね。伺って11番滑走になります。エストニアの23歳エレーナ・グレボワです。ショートプログラムは15位でした。大きなミスはありませんでした。ステップの最中、このプログラムを滑るのは最後なんだなと思ったんだそうです。シーズン最後の大会です、世界選手権。フリーに関しては先週3回クリーンプログラムで滑り切ったので、うまくできればというコメントでした。ブラックマジックウーマン、ですからマイナス3になってしまいますね。トリプルトーループからダブルトーループのコンビネーション、ダブルアクセル、ちょっと体が回り込んでましたけど頑張りましたね。サルコからダブルとダブルトールのコンビネーションですけど、フェンスギリギリでしたね。トリプルサルコ、ダブルアクセル、
7年連続7回目の出場、エストニアの23歳エレーナ・グレボワ選手でした。まあ、最初のねトリプルループの転倒っていうのがね大きかったですけれどね、まあ、あとはねやっぱり割と伸びやかな滑りをしてましたよね、はい。全体としては流れのある演技なんですけれども、ただまあコンビネーションなんかですよ、トリプルトーループとダブルトーループのコンビネーションを2度とかっていうような形になりますから、そういう変化っていうのはやっぱりもうちょっと欲しいなという形になりますね。そうですね、3回転のジャンプの種類は少なかったですよね。そうですね、それと彼女のやっぱり、ダブルアクセルの飛び方っていうのをちょっと2つとも意識して見てたんですけれど、はい、右手の引きが少ないんですね、うん、右手の引きが少ないっていうことは上体がしっかり、起きてこない、ですからどうしても回り込むような動きになってしまう、ですからダブルアクセルはランディングの時にもちょっともうギリギリみたいで中へ入っていくような飛び方になってしまいますね、ですからやっぱりまあ、そういう、一つの癖になってるんでしょうけれどね、飛べるからいいというところかもしれませんけどね、でもやっぱりいいジャンプと、それが高さをやっぱり得るためにはやっぱりきちんとした状態のポジションっていうんですかね、手の引きっていうのがすごく大事なんですよね。でアクセル系のジャンプはもうそういうところが一番ポイントになってきますんでね。ですね、こう外に手が出てね、だから引きがないですから外から回るような動きにどうしてもなってしまうんですよね。低いジャンプになってしまうんですね、はい、回る方が先になってしまう、だから高さが出れば回転も楽になるわけですね。ですからそういう飛び方じゃなくなってしまうわけですよね。よく若い人たちに言うんですけど、鉄棒飛びつくときにね、必ず手を引きますよね、高いところへ飛びつこうとすれば、上体を引き上げていくためには必ず引きがあって出ていくわけですね、そうですね。だからアクセルジャンプっていうのも共通点としてはそういうところがあるんですよね、ただカーブに乗って飛びますから多少は違いますけれど、やっぱりそういう体の使い方ができてないと、やっぱりどうしても回転の方に持っていかれてしまいますよね。得点が出ました。シーズンベストを更新しました。最初のジャンプで転倒がありました。ディダクション1ありますが 97.90、 そしてトータルで 152.49 です。滑った中での第3位という順位になっています。7回目の世界選手権、エストニアのエレーナ・グレボワでした。彼女のパーソナルベストも更新したスコアとなっています。